今回の報告者は、借金がある間援助してくれていた友人と、サラ金が返済できたから縁を切りたいと相談してきました。しかしなかなか円満にはいかない様子です。悩み相談です。円満な解決方法を教えてください。妻が借金をして、夫婦で借金返済で生活が苦しい時に、私の同性の友人が好意で、これは貸すんじゃない、お前が親友だからくれてやるんだと、2年と3ヶ月もの間、毎月5万前後も生活費を支援してくれました。おかげさまで無事に借金返済が終わりました。彼にはとても感謝しているのですが、支援中に友人は私を含めた妻や子供に毎日一緒にいる時間を要求してきました。独身で一人暮らしですから寂しかったのでしょう。支援してもらっている間は感謝の気持ちがあり、顔見せるだけの5分間だったり、夕食をご馳走になったりと、時間や内容は違いましたが、無理をしてることを伝えながらも、結局は毎日友人と過ごす時間を作ってきました。そのせいか、親友だった彼と借金完済を機に縁を切りたくなりました。薄情ですが、家族の意見も同じでした。彼のおかげで完済した感謝の意、支援中に彼の要求でこれからも付き合いをする意欲を失ってしまったこと、彼が納得する形で関係を終わりにしたいことを家族揃って話しに行きました。彼は我が家の薄情さに激怒し、あれは貸した金だ、すぐ返せと言ってきました。私たちは彼に恩があったので誠意は見せるつもりでしたが、彼の言い分は納得できず、返済中も何度も確認した、これは貸すんじゃない、くれてやる金だからの言葉を持ち出しましたが、言った覚えはないと言われました。借りた契約ではないので借用書もありません。それでも返さないとならないのでしょうか。お金以外の誠意を見せる方法が思いつきません。どうしたら彼が納得して円満に解決できるのでしょうか。法律的なことはよくわからないけど、人道的にはお金返すべきだと思う。はあ、いくら相手がそう言ったって所詮は赤の他人でしょ。何年かかっても返すのが当たり前だわな。結局いくらもらったの。皆さん返すべきだという意見ですね。期間は調べ直せばわかりますが、金額は月によって違うし、彼も正確には分かっていませんが、とにかく誠意を見せろと言われました。月2万で現金の代わりに夕食という形でご馳走になったりもしていました。サイマーの思考ってこうなんだよね。妻が友人相手に夜の相手もしてたならバックれてもいいんじゃない。サイマーというのは債務者を表すネットスラングです。完済と同時にあなたが一方的に関係を打ち切るのは勝手すぎるんじゃない。感謝の気持ちがあったらなおさら、せめて今まで通り続けながら少しずつ疎遠にしたら揉めなかったでしょうに。確かに完済してすぐに付き合いをやめたいと言いに行ったのはひどく恩知らずな話でした。妻の借金を無事に返して家族がバラバラにならないよう仲良く過ごすことだけしか考えていませんでした。彼に我が家の態度を謝り、それからまた彼が納得いくよう話し合います。一行で解決。借りた金は返せ、それで円満に収まる。最初読んだ時、完済というのが友人への分も含めての意味だと思ってたよ。そりゃすごいたかりどきゅん一家だな。大きく勘違いしてるようだけど、あなた方一家が背負ってる借金とは友人からの援助を含めて借金なんだよ。友人がどう言おうとね、銀行か闇金か知らないけど、その分だけ返して完済って思えるなんて頭おかしいよ。サラ金で借りて友人に返せばすぐ解決するやん。最初から法的にどうかって話ではないから、やっぱり人道的な話になるよな。どうしても縁切りたいなら親に頼って金を借りて返すかするしかないと思う。ただ何年も月5万も出してくれた相手なんだから、すぐ切る話になったのは薄情だし人手なしだわな。毎月2万でも返してその分付き合いを減らしていくしかないでしょう。借りた金なんて知らねえだと、この手の手合いは怖いですよ。一応言った言わない問題ではあるが、そもそも普通5万もの金をポンポン人にやるものではない。受け取っていた方の家計収支を調べれば、夫婦の収入だけではやっていけないことがすぐわかる。払っていた方も口座から下ろした時の記録とか多少は証拠にもなる。贈与だったとなるならそれはそれで脱税になるけど、という点で交渉すれば借金だったと認めさせられそう。報告者のレスはこれ以降ありません。スレミンからの意見は当然のことながら、お金は返さなければならないというものがほとんどでした。皆さんはこの問題
どう思いますか？ご視聴ありがとうございました。